アレクサンダー・オーマー品賞はカリフォルニア州クレアモント出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。1982年10月31日カリフォルニア州にてアメリカ人の父親とアフガニスタン人の母親の間に生まれる。2000年の MLB ドラフトでサンフランシスコジャイアンツからドラフト28巡目で2002年の MLB ドラフトで サンフランシスコジャイアンツからドラフト29巡目で2003年の MLB ドラフトでフロリダ・マーリンズからドラフト25巡目で指名されたがいずれも契約しなかった2005年の MLB ドラフトでサンフランシスコジャイアンツにドラフト15巡目で指名されようやく契約を結んだ2008年5月15日のヒューストン・アストロズ戦でメジャーデビューを果たし 三回を一飛安打一打三振で抑えた。2011年12月1日にサンディエゴパドレスとマイナー契約を結んだ。2012年8月14日にディーフとなった。2012年8月19日にシカゴカブスへウェーバーで移籍した。オフの10月6日に FA となった。2012年11月21日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ。 2013年は開幕を参加トリプル a のバッファローバイソンズで迎えた。5月10日に解雇された。5月31日にアトランティックリーグのサマセットペートリオッツと契約を結んだ。6月13日に解雇された。6月22日にアトランティックリーグのブリッジポートブルーフィッシュと契約を結んだ。2014年は アメリカンアソシエーションのウィチタウィングナッツでプレーした。2015年もアメリカンアソシエーションのグランドプレリーエアーホックスと契約したが5月20日に解雇となった。95マイルの速球とスライダーが武器。ありがとうございます。